はい、どうも皆さん、こんにちは。アミユリです。今回は魔法師、最強装備魔法師を、使っていきたいと思います。まあ軽くネタ的なパーティーで、オールジンパーティーということで、カーリー、カーリー、シェリアス、ルーツ、シェリアス。結構並びがいいね、このね、みんな一緒で。フレンドの継承は私の命に変えてもということで、筋肉マンソルジャーですね。筋肉マンソルジャー継承されてます。覚醒バッジ指2秒延長、コストマイナス300ぐらいだった気がする。行ってみましょう。マイクを変えたんでね、また少し聞き取りやすくなったかなって思います。あと先に言い訳をしておくと、画面がもう調子悪すぎて、指というかペンでやってるけど、ペンが離れる可能性があります。さっき1回やってめっちゃ離れました。リーダースキルは4個以下で消せないっていう、まああれです。誰だっけ、白魔将軍と一緒かな。で、ただ全ステータスに倍率がかかってるわけじゃなくて、何言おうとした、あー光決めたかったな。あ、そっか、コンボ吸収だ。よした。全生徒として HP と攻撃力が4倍です。回復力に倍率がかかってないんで、ちょっとね、若干そこがね、不安かなっていう。こうでいいか。倍率はね、だから攻撃力と HP が4倍の、さらに属性を回復を含めて3個以上消すと、9倍。だから 18×18。なんぼだ。わかんない。やっぱ64。ああ、いいか。闇を決めるとまずいな。あとは回復ぐらいか。まあ結局こういうパーティーはコンボ数に問題がありますよね。コンボ吸収にひたすら弱い。もうできて5コンボって感じですね。5コンボ吸収が来るとやっぱりスキル使ってコンボ減らさないとちょっと難しいかな。 99% は痛いかな。待って、これ以上もう何もない。さては何もない。あ、水がある、水があるけど、これは救えた。あんまり欠損しないんだよね、全属性だから。あー、バインドは、一応カーリーいるからあれなんだけど、指はしっかりやります。何秒ある？3の3の2の2の10でしょ。13個あるね。13個、6.5 秒延長、10.5 秒パズルかな。こいつコンボ吸収来るんでね、もうここで倒しとかないとまずいっていうね、フラグを倒しとかないといけない。大丈夫でしたね。もう決めちゃえば、色決めちゃえばもう軽く200万とか出ます。アルテミス、闇がないな。落ち込んが全然来ない。回復も全然できない。筋肉マンみたいに回復ができないのがちょっとね、こいつの弱点ですね。
筋肉マンと全く属性一緒か。ちょっと筋肉マンの方が強いような気がするな。覚醒もちょっと貧弱だしね。闇カーリー使いましょうかね。ちょっと属性ないもんね。闇カーリー使います。これで5個ある属性をねひたすら揃えていけばいい。水、光、木、吸収が怖いな。なんとなく倒せるか。闇もなく全部吸収色、全部吸収されそうな。あれうまいこと言ってくれれば。そこが残るんか。そっか、光最後に攻撃するもんね。ちょっと光が多いですね。光処理してここで突破できたらいいかな。色がない、色がないね。全然揃わない。またここもお邪魔が邪魔だな。どうしよっかな。セリアス使います。セリアスの陣が意外といいかもしれない。もう落ち込んがった。回復がやばいな。 HP が、おっとっと、これは決めなきゃいけないやつだぞ。こんなもんで。一発だからね、これ一発目の闘技場だからちょっと負けたくないんだけどな。疲労がない。これも意味ないしな。闇カーリー、シリアスルーツ使おっかな。シリアスルーツ使います。回復欲しかった。火を決めたいけどな。待って、何色を揃えたいんだ俺は。良くなかった。迷子だった。ここで決めます。光ちょっとあんまり追うとあれなんで、これで落ちてきた。ペンと画面の状況的に無理なパズルができなくなってるからな。早く iPhone7 に変えたいんですよ。で、また色がねえじゃん。お邪魔作ってくるからな。倒せないしな。とは言っても闇と黄色地下が降ってきてくれることを願うか。ちょっと惜しかったかな。闇カーリー使います。回復遠いわ。頑張るしかない。欲張らず5個でいこう。バッチを回復力にした方がいいのかな、これだと。割合か。ちょっと耐えたいかな、スキル的にも。
属性でも倒しちゃうからね、危ないんだ。まあ、ワンチャンもう倒していくか。さっきからエチリがずっと減ってるまま。うわー、まずいの来た、まずいの来た。待って、これはまずくないか。この一撃を受けないといけないから、カーリーが回復を5個作らないとアウトだよ。頼みます。うわー、作った、危ねえ。あ、もうここはね、ガンガン吸収されるの分かるんで仕方ない。一旦回復が大事。ここで回復作ってもらって、全部吸収された。一旦回復しましょう。このまま消します。うわ、やばいな、これだいぶやばい。無理じゃね。パールはやめて。あ、やっぱどっちからやね。どっちメイメイが一番いいんだけどな。どうしたらいい。バイズを決めた瞬間やつは死んでしまう。倒せざるを得なくなってしまった。もうこれ仕方ないよ。ここからは欠損との戦い。
ディオスさよなら。ディオスさよなら。ちょっと難しいんじゃないかな、いろいろ。なんか、なんだろう、火力調整が難しいかな。火寄せで火の列とか入れとくとまた違うのかなって思います。一旦闘技場はまたいつかね、リベンジという形にさせてもらいたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。悔しいな。